川山駅は山口県岩国市三河町4馬上に所在する西木川鉄道西木川清流線の駅。単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては島式ホーム一面二線の構造を有する上下列車交換可能駅として機能していたが、駅舎に面する線路が本線から撤去されたこと等により上下交換機能が廃され現在に至っている。 駅構内には、現在も、本線から切り離された、駅舎側の線路の一部や、口を張てた腕木式信号機や、点鉄機テコなど、交換可能駅として機能していた頃の痕跡が、残されている。無人駅であるが、駅舎を備えている。ただし出発口や自動券売機の類はなく、待合スペースとトイレを備えるのみ。 ホームへの出入り口としては、この駅舎とホーム北端とをつなぐ通路を一つが設けられているのみである。また、駅舎正面入り口へは十数段の階段が取り付けられている。なお、駅舎並びにホーム上に売店や自動販売機の類は設置されていない。現在本線として使用されている軌道の西基町方に向かって左手方向に広がる校内敷地には、 かつて日本工業ガ山営業所から産出された流化鉄鉱石を岩国方面に搬出するための貨物ヤードが設けられていた。今となっては敷地の奥手の方に線路の一部を残すのみとなっている。以下はいずれも2007年3月27日に撮影されたものである。駅舎前の広場には川山駅バス停留所や清涼飲料水及び タバコの自動販売機が設置されているほか、駐車場も設けられている。当駅前を山口県道69号線が通っており、西木川の上流方向に向かって、道なりに進むと、西木川に架か,かる金運橋を経て、川の対岸を通る国道187号線に合流する。以下、すべて岩国市生活交通バスによる運行、2017年12月時点。 いずれも運行本数は少なく、かつ年末年始には全便運休となる。ありがとうございます。